おはよう、チボンヌたち。では、ウォントーの息子を助けに行こうじゃないか。まだ、ティンティタイマーな。止められてるんじゃないのかい？止められてないのか？あんたの息子っていくつだ？まだ6歳だ。うぅ。母親は出て行って、シッターをつけている。かわいい時期だね。思ったより小さいな。そりゃいるだろうね。にまし。全員。其实您根本不用着急，统帅。そんな。因为令郎现在已经不在这个房间里了。那个女的也是我们的人。在遇见您之前一直就是了。可息子はもう連れ出されている。じゃあやっぱりこいつらも奪還しよう。そうだ、オーナーの手先だった。もう誰も信用できん。そうだね。明明是你背叛在先吧。这种信用。じゃあ私たちを信用してもらえないかな。ショッキングパフューム。よし。そうだね、この子かな。いいね。おお。やっぱり結構根性があるね、みんな。筋も女だけあって。でも一番ちゃんたちに敵はないよ。よし、ウォント、そっちは終わったかい？こっちは片付いたよ。探偵、你把我儿子带去哪儿了？你又对他做什么？比起你儿子，还是先担心一下你自己。息子の心配の方が先だろう。你说什么？我会让你儿子死在你的眼前，然后再杀了你。所以你儿子现在没事的。じゃあ、放心了。連れてってもらえるわけだね、息子のところに。混蛋！居然这样和我说话，你怎么敢？殺しはまずい。息子の安全の方が先だ。こいつを潰すよりも。息子さんはどこに連れて行かれたんだ。わからん。だが今はまずここを離れなければ。頼む、私をここから逃がしてくれ。そしたら何でも話す。部下はもう誰が信用できるのか今は判断できない。キリュウさん、このホテルから出た方が良さそうです。栄枯盛衰。行きましょう。とにかく安全な場所を見つけねえと。
見権力者に見えてもこうやって簡単に転落するんだね。怖い世の中だよ。裏社会っていうのはやっぱり良くないよ。こういうことが起こるからね。みんなは優等生らしく、優等生の世界で生きようね。ポリス？ビズビート、こっち。今のやつは味方なんじゃねえか？さあな、見分けられん。とにかく、かまってる暇はない。そうかもね。味方じゃない。They're heading south. So make sure you tell the cops they went north. Got it. Over here! Someone just fell out the window! Come quick! I've never seen anything like this! そうか。転落事故の件で来たのか。おお、なんだいなんだい？もしもし、あ、エイちゃん。春日さん、ネットでニュースになってますよ。何があった？早いね、情報伝達が。炊飯器の上のフロアからホテルの人が投げ落とされたって。自分で飛び込んだんだよ。それどころじゃない。ごめんね、エイちゃん。後で伝えるよ。後でかけ直す。警官が戻ってくぞ。これってどういうこと？この先ここで起きること、警察は見てなかったって言いたいんだ。ひどい島だな。こいつらみんなオーナーのスパイだったのか。いや、ハワイ、実際のハワイはこんなことはないんだろうね。いくらなんでも人望なさすぎじゃねえか。そうだね。違う、私は騙されていたんだ。まさかこんなことが。騙されすぎだろ。騙されすぎだね。そこまでだ。あ、頭が悪いのかな。俺たちなら切り抜けられ。でも腕っぷしは結構強かったみたいだね。ここが正念場だ。行くぞ。大丈夫、キリュウちゃん、連戦だけど。私の出番ね。ま、カッコ撃破していこうか。俺の番か。ちょい残しが多いな。痛い。とりあえず数を減らそうか。結構攻撃が痛いな。そうだな。回復に回ろうか。あれがキリちゃんかな。はい、よし。ありがとう、キリちゃん。自分で食べよう。かっこいい。さすがちいちゃん。
よし。いい感じだね。よし、やったな。息が上がるよね。特にちいちゃんその靴でよく戦ったね。おっと、いけない動きがあるぞ。足をやられたか。いや、根性で歩け、根性で歩け。おい、本当？くそ、ちいちゃん、ハンカチかなんか持ってるか。そのネクタイでいいじゃないか。足を絞って血を止めねえと。うん、待ってて、何かあったと思う。こいつからゆっくり話を聞き出す時間が必要だ。なんで自分の体を使わないんだい。誰にも襲われない場所。それにはどっかで車を手に入れねえと。でも、とりあえずこの場を離れましょう。おい、一番、ウォンを移動させる。おめも肩貸せ。そうだね。ちーちゃん、ありがとう。根性で歩け。どうなっちゃうんだろう。息子さんには何の罪もないから、息子さんだけでも助けてあげたいね。本当は濁しておくけど。いや、一番、一旦ここで運を座らせよう。でも大丈夫か。ウォントーが亡くなってしまったら、気が遠くなってきた。息子さん、ご両親を亡くすことになるんだね。何もかもがおかしくなった。アカネさんってそれだけ、それは災難だったね。重要人物ってことだね。こいつをこれ以上歩かすのは無理だ。そうだな、一派のセーフハウスまで行けば治療できるはずだ。助かります。できるだけ早く戻る。ああ、頼んだ。よろしく。あいつもオーナーの手下だとは考えないのか。ああ、大丈夫だよ。あんたが誰も信用できなくなってるのはわかるけど、トミーは大丈夫だ。まあいい、あいつが裏切らなくても私が死にかけてることに変わりはない。そうだね。まだ大丈夫そうに見えるぜ。しっかりしろ。全然死ぬようには見えないけどね。何だったかな。あんたが茜さんを探してたら、オーナーから頼まれたからだったな。オーナーの宝物ってのを茜さんが持って逃げている。ああ、何者なんだそのオーナーってやつ。オーナーは私が考えていた以上にこの島を根深く牛耳っていた。私の組織にスパイを送り込み、警察にも、それにバラクーダにも内通者がいる。カリスマ性の高い人物なんだね。オーナーへの忠誠心。そう、本物だ。それほどまでに忠誠心を変える人物。カジノから飛び降りたやつは私の裏切りをオーナーに知らせるために、そう、それだけのために死んでみせた。すごい求心力。オーナーの正体はな、ブライスだ。ブライス。え、ブライスって、ハワイの教団、パレカナの教祖だ。彼がばあさんを探せと。教祖って、嘘だろ。じゃああの人は、なんでだ。だってパレカナは
金さんが信じてた教団じゃねえのかよ。そんなまさかだね。なんで茜さんを捕まえようとすんだ。何を考えているんだろう。6章クリア。ウォント大丈夫だよ。足刺されたくらいじゃ死なないよ。腹刺されても次の日にはピンピンしている人もいるから。美しく燃える森、森が燃えるっていうことが分かった。7章で「じゃあパレカナも信じられないんだね、もう」だってパレカナは茜さんが信じてた教団じゃねえのかよ。それがなんで茜さんを捕まえようとすんだ。先々週くらいに防犯カメラで撮られたもんだ。パレカナの養護施設で。そうみたいね。ここ茜さんのいた施設だよ。見ろカスカ、俺が大道寺一派に持たされていたのはその写真の一部だ。本当だ。そうだね。おい、この茜さんの連れてる子は。その子こそがブライスの本当のお目当てだ。宝物ってこの子なの。名前はラニ。このハワイで暗月の魔女みたいな名前してる。たった一つの弱点だ。どうしてハルカみたいな立ち位置だね。だからブライスは何としてもその子を探し出し始末する気だ。話がまた読めなくなったね。こんな どうしたのキリュウちゃん。何か心当たりでもあるのかな。ラニって言ったらこんな小さい子をなんでブライスが狙ってんだ。まして始末するだ。プリンセスラニ。まずはブライスが話からだ。説明してもらおうか。私も詳しくは知らんのだ。私がハワイで幅を利かせ始めた頃からすでにブライスはパレカナの代表でハワイ裏社会を支配していた。それっていつの話だよ。もう30年前にもなる。お前何歳だよ。だからブライスの支配は少なく見積もっても30年は続いていることになる。そうだね。当時からあの見た目だった。え、スロフシ。なら今あいつは何歳なんだよ。軽く90は超えてそうだな。話が本当ならとんだ怪物だ。そうだね。当時の私はアメリカ本土への進出という野望があった。その手始めにここハワイで地盤作りを始めたのだ。ことは順調に進んだ。既存の中華系コミュニティを駆逐し私はハワイにおける新たな中華系マフィアの王となった。それが頑丈の始まりか。そういうことだ。そろそろ本格的に本土進出を始めようかという頃、私のもとに一人の訪問者が現れた。オーナーの使い。そいつはそう名乗った。オーナー。ブライスのことか。ああ。だが当時の私はそのことを知らなかった。単身オーナーとやらの傘下に下るよう要請しに現れた。その傲慢な男を
当然突っ返したが、それが間違いだった。はん。その後一週間も経たずに、私のもとに小包が届いた。ごく小ぶりの段ボール箱だ。発送元は私のふるさとからだ。嫌な予感しかしないね。段ボールには人間の頭部が入っていた。ふるさとに残した私の母だ。何でもやるじゃないか。私の出生なんてそう簡単に突き止められる情報ではない。だが奴はあっさりやってのけて、私に端的に示してみせたのだ。自分に逆らうとどういうことになるかもな。それ以下お前はブライスに屈したという。吐き気を催す邪悪だ。だが当然報復の機会を伺っていた。いや、竜が如くの中でも最強クラスに胸クソの悪いものじゃないか。私は根性なしではない。だから私の側近は徹底的に厳選した。どこからブライスに情報が漏れるかわからんからな。だがさっきの黒服か、お前のあんな身近にブライスのスパイは潜り込んでいた。そういうことだ。そしてパレカナの存在がここに深く関係してくる。ブライスのスパイはパレカナで養成されているのだ。なるほどね。ああ、ブライスはパレカナの代表であることを利用して一部の信者に教団ではなく自分自身を信奉するよう仕向けているんだ。そうして育てられた忠実な信者は奴の指令に忠実に命すら捨てて従う駒になる。それはお前たちもさっき見たはずだ。やり口が汚い。パレカナの代表っていうのは単なる世を忍ぶ仮の姿ではないということだ。ブライスがただものじゃねえってことは分かった。さっきの質問に戻るぞ。なんでブライスはこのラニって子を狙ってんだ。それも分からん。分からんのか。今の話で分かったろう。私もドワイトのやつもブライスの命じるままだ。だがブライスから直接命令が下ることなんて滅多にない。それが今回起こった。ラニという少女を連れて行方をくらませているアカネという女性、その二人の身柄を確保しろとな。我々に知らされたのはそれだけだ。理由もクソもない。ブライスがそう命じたのだから私たちは従わざるを得ないのだ。でも今の段階でドワイトのやつ、そんなこと一言も言ってなかったぞ。謎の依頼主から一斉に仕事が来たとしか。直談判はできなさそうだね。存在を明かすわけにはいかないからな。奴の必死の嘘にお前らはまんまと騙されたんだろう。あの野郎、意外と役者じゃねえか。それで滅多にねえブライスからの命令だが、奴にとってアカネさんとラニって子がやたら重要な存在だってことがわかるわけだ。だからあんたはラニがブライスの弱点だって考えたんだな。ああ、それさえ確保すればブライスとの立場を逆転しうると狙っていたんだが。そんなことは許されなかったね。考えが甘かった。マフィアのボスだのカジノの支配人だろ、ご体操な肩書きの大人がわけもわからず子供一人を追いかけ回してますってか。彼様、このラニって子が狙われてることに気づいた。ああ、キリュウちゃんはハルカと重ねていたのかな。ずっと凝視してたの。ああ、そう考えるのが自然だ。違うのかな。10歳かそこらってとこか、この子は。ああ、そんな女の子が寄ってたかって食い物にされよって時にその手を取ったのは茜さんだけだった。うお、握力。キリュウさん、
この子には助けがいる。今はどこを向いても真っ暗だと震えてるかもしれない。やっぱり遥と重ねていたんだ。その先にちゃんと光はあるって誰かが教えてやらねえと。これは大事な仕事だね、桐生ちゃん。俺も 100% 同感ですよ、桐生さん。私の息子もパレカナにさらわれてる。そうだね、パレカナにいるかもしれないね。このままにはしない。みんなちょっと静かに。誰だあいつら。私の部下ではなさそうだが。おーい、うわお、ヤマイ。ここにいるのは分かってんだ。足を怪我してるって痛えだろう。もう出てきちゃえよ。待って、富澤がもしかして捕まった？私はそんなことないよね。大丈夫かな。あいつもパレカの手下なのか。いや、病はハワイのこと何も分かっちゃいない。そんな気がする。オーナーにとって小物すぎるしな。病はただの狂人って感じがする。でも何しにここへ。病にしてみや頑丈のナイフンだ。うちを潰す絶好のチャンス。そう考えたんだろう。お前らもいるんだろう。春日に桐生さんよ。本当を差し出したらお前らはあんま痛くねえように殺してやるよ。いつもバールのようなものを持ってるね。勝手言いやがる。出てこないっすね、親父。連中もう逃げおおせてるんじゃ。怪我のあいつをかばって逃げてんだ。そんな早く逃げれるわけねえだろうな。まだその辺の影に隠れてる。耳が早いね。でもこうくらいとこれ以上探しようが。え、火つけるのか。探せねえ。そんなちまいライト使ってるからだよ。お預かりします。火つけるのか。火をつけるんだ。こいつ正真正銘狂ってやがる。なんか静かになってない。諦めてくれた。いや、あの病がそんな簡単に。確かに。あ、やりやがった。まさか。あのさ、いつも思うんだ。これで明るくなった。うるさいよ。暖も取れて一石二鳥。植物ってなんでこんなにすぐ燃えるんだい。水分を十分に吸っているはずだろう。でたらめしやがる。ここにいたら丸焦げだ。逃げるぞ。キルさん、キーちゃん先導して。急げ、火の手が早い。なんで火の回りがこんなに早いんだろう。植物、山火事とか。ここなら一息つけなさそうじゃないかい。ほら、いたじゃないか。やるしかなさそうだな。こいつら倒せたとしてもここからどうやって。心配すんな、じいちゃん。なんとかなるよ。トミ
ぜ。本当だよ。さあ本気出さないといよいよ死ぬぜ、キリュウカズマ。だからキリュウちゃんはもう状況で出し惜しみなんてするんじゃねえぞ。もう衰えてるの。あの頃のキリュウカズマはもういないんだよ。別れよ病、お前はもう亡霊を求めているんだよ。なんか上から落ちてきたよ。え、何？血が燃え落ちたみたいだな。はあはあはあ、使えるかもしれねえ。熱い、火に囲まれちゃったみたいな。近づこうもんなら無事じゃ済まなそうだ。何か落ちてるものないの？もうないのか。間違えた、違う違う、攻撃をしようと思ってるの。ありがとう。じゃあ病にこれをお見舞いしよう。この拳受けてみやがれ。優等生パンチだ。そう、これやっとくとね、攻撃力が上がるから。出血は偉大だよ。かっこいいね、ちーちゃん。やめて。あ、今回はキリュウちゃんだけを攻撃してくるってことはないんだね、ヤマイ。自分たちの蒔いた種で苦しんで死んでいるよ。死んでいるっていう言葉使わないでくれる？ごめんね。自分たちで蒔いた種でやられちゃってるよ。あとはあれだね。よし、あとは病だけだ。怖い。やりそうだね。私の出番ね。またちーちゃんが肩をつけてくれそうな気がするけど、どうだろうか。おっと、ここはキリュウちゃんに決めさせてあげてくれ。さあ、キリュウカズマを喰らえ。よかった。また成長しちゃった。ああ、かわいい。この姿でレベルアップが見れるんだ。え、スクリーンショット撮りたいな。悪くない気分だぜ。かわいいな。このムービー見たら終わろうかな。
もう一個ムービーが続いたら一時停止芸人していいかい。大丈夫ですか、キリュウさん。だがこのままじゃ全員焼け死ぬぞ。まず一酸化炭素中毒になるよね。私たちだけならなんとか逃げられるかも。バカな、頼む助けてくれ。損してるのは山々なんだけどよ。そうだね。だと言ったら富澤来た来た、避けろみんな。よくここにいるって分かったね。早く乗れ。よし警戒してくれ。乗れ。ああ手繰ってる場合じゃねえぞ。運転はお前がやる。一つ。はい。かっこいい。でも一発もらうくらいにはなってるんだ、キリュウちゃん。あっ、そんな、やめて。道島の竜がなんて様だ。キリュウさん、キリュウさん、来るな、行け。俺らがみんなここでやられたら、茜さんたちを誰が守る。しとせ、車だぜ。ダメだ、待て。俺は大丈夫だ、キリュウちゃん。キリュウさん、キリュウさん。春日にも逃げられて残ったのは死にかけの化石だけか。吐血するって。あんたは俺の憧れだったのにな。かなりだよ。残念だ、キリュウちゃん。キリュウちゃん、助けが来るよね。キリュウちゃんにも来るよ。来るはず。来なきゃダメ、来なきゃダメだもの。じゃあ一時停止芸人するね、このロビング開けたら。ごめんね、キリュウちゃん。助かるといいな。いや、助からないとダメだよ。助かるんだよ。誰が助けに来るかな。じゃあ誰が助けに来るか、次回までに予想しておいてください。みんな見てくれてありがとう。おやすみ、チボヌーたち。